才川孫一は大阪湾の戦いで信長を打ち破った。それが災いの始まりだった。信長は歯向かう者を虫一匹まで許さなかった。その後も大阪で抗戦を続ける孫一だったが、信長の執拗な攻撃の前に本願寺自体があえなく降伏。反抗の理由を失った孫一に雑賀の里が織田軍の襲撃を受けているとの知らせが入った。ねえだろ普通、みんな無事でいてくれ。第3話雑賀図、何発だって決めてやるぜ。孫一、すまない。雑賀の鉄砲隊は危険だった。潰さにはいかん存在だった。じゃがここまでする必要はない。これは見せしめだ。信長様に逆らうもんはこうなるっちゅう見せしめじゃ。その白羽の矢が立ちまった。どうすることもできんかった。わしには信長様は言うな。俺のせいだ。俺の不用意がこいつらを死に追いやった。そのケツは俺が取らなきゃならねえ。やめてくれ孫一。わしゃ無理だぜ。もう笑えねえ。言われてもお前と戦う気にはなれん。わしが目指すのは友と笑って暮らせる世じゃ。そのわしが友と殺し合うなど普通にのしじゃろう。ここは引かせてもらうわ。いざ戦わん。まだ生き残った奴はいるのか。中央の砦に逃げ込ませれば敵も手出しできないが。敵将討ち取った。我らも続くぞ。ねえ、あの猿め、落ちて逃げおったわ。所詮奴には大殿のバックは務まらんわい。いざ尋常に勝負。押して参る。信長、お前にとっちゃ俺らは虫けらだな。その虫けらにもいじってもおまわる。敵将討ち取ったぜ。見事つかまつったり。押して参る。
敵将討ち取ってやる。お見事でございます。敵将討ち取ったぞ。見事つかまつったり。命の捨て所我が前と定め。これが最下衆の実力さ。敵将討ち取ったぞ。お見事でございますな。わしに勝ちしこと誇りに思え。尋常に勝負。大丈夫か。織田の奴らは今から潰してやるさ。敵将討ち取ったぜ。見事つかまつったり。名のある武士とお見受けいたせ。閉じ込められたか。いざ尋常に勝負。救援片付けない。敵将討ち取ったぞ。お見事でございます。腕前見せていただきましょう。今だ、撃て。どの副兵か。許せ。俺も戦の地平を築くため。俺が戦をなくす戦いだったのかよ。何とぞ援軍を。敵将討ち取ったぞ。お見事でございます。その技の際、次こそは鈍らせてみせましょう。
が最下衆の実力さ。名のある武士とお見受けいたせ。救援片付けない。こちら、お前らの相手はこの俺だぜ。敵将討ち取ったぜ。わしの若い頃を思い出すの。いかにあがこうと、すべて無意味よ。最下の里も、人も、すべてを目から絶やせ。これ以上は持たない。引くしかないのか。いざ戦わん。乱丸しらとなります。いざ尋常に勝負。やっぱ信長は半端じゃなかった。本気だ。あいつは本気で俺らを皆殺しに。こんな思いすんなら死んだ方が。敵将打ち取りなさい。お見事でございます。敵将打ち取ったぞ。見事だ。ここは通しません。乱丸参ります。何とぞ援軍を。信長様の敵、乱が撃ちます。役目も果たせないとは。敵将打ち取ったぜ。お見事でございますな。ウヌは何を望む。貴様を消したせか。これが最下衆の実力さ。逃げた方がいいんじゃない。何とぞ援軍を。あんた最下の孫一って色気あるって聞いてたけど、なんだか余裕ないのね。私を口説く自信もない。悪いね、今日はそういう気分。ここは引こう。敵将
討ち取ったぜ。貴様を消すか。やってみせよ、孫一。信長の犬世界、わしも楽しみだ。やってやるさ。俺にはそれしか残されてないんだ。俺ほど負けが似合わない男もいないんでな。